アビゲールブリタニー・ヘンゼル姉妹はアメリカ合衆国の結合創生時、ライフマガジンをはじめとする様々なメディアに出ている。1990年3月7日にミネソタ州で看護師と大工の両親の間に生まれる。頭が2つ、腕が3本、脊髄が2本、肺は4つ、心臓は2つ、肝臓は1つ、胃は2つ、腎臓は3つ、大腸は1つ。 小腸は一つ、正気は一つ、足は二つ存在する。両親は医者から分離手術を勧められたが、仮に分離した場合は頭が一つしかなくなり、一人しか生きられないことになるため拒否した。また、動かない一つの腕を切断している。家族構成は前日の両親と弟と妹。お互いに自分の反対側の手足には感覚はない。 右手右足をアビゲール、左手左足をブリタニーが動かしているが、息は合う。性格に関してはアビゲールは外交的で、ブリタニーは内交的。食べ物や服の好みも別で、服に関してはそれぞれの個性を強調するために、別々の襟ぐりを持った服を持っている。睡眠のタイミングも別々。12歳の時に、 脊柱側腕症の治療と将来予想される呼吸困難予防のため、ジレット幼児特別病院で手術を受けた。学校に通っていた頃は、教科書は共有で、ノートと宿題とテストは別々。学校での成績も別々に評価されていた。大学時代は授業料が1.5人分にディスカウントされた。自動車免許取得試験は2度受け、合格。運転時。 ハンドルは二人で、ペダルとシフトは、アビゲール、ウィンカーは、ブリタニーが担当している。大学卒業後、現在は小学校教師である。ABC 二つの頭を持つ、結合ソーセージアビーとブリタニーに婚約話が、知識の泉春エストリビアアメリカで、結合ソーセージの姉妹が、大学卒業。就職活動などの様子を、リアリティ番組に、AOL ニュース。 ありがとうございます。